こんにちは、すみやです。今日はドワーフ3についての第3回目です。肩掛け紐でこのカバンの中に入ってるんですね。ポラリエ用の三脚に乗せてますが、昨日の夜ね、撮影しようと思ったんですが、昨日の夜はね、9時ぐらいからもう雲だらけになって撮影は諦めました。午前2時ぐらいに木星とかすごく星がいっぱい見えてるので、あ、今なら撮影できるなと思ってセッティングをして撮影を始めました。ドワーフ3がすごいのはね、セッティングがめちゃくちゃ簡単です。シースターも簡単なんですが、やはりドワーフ3の方が半分ぐらいの重さですので非常に軽いと。それから運ぶ時もね、こういうふうにケースを首から肩からかけてね、運べばいいので落とす心配もないと。広角レンズの方で夕日を撮影してみました。はい。でその後ね、上限ちょっと過ぎの月が昇ってきたので、それを撮ろうということで昼間の月を入れてみました。はい。昼間のね、天体を撮るってなかなか難しいですね。いわゆるプレートソルビングが使えないんですね。それでどうするかっていうと、ドワーフの方は広角レンズがまあファインダーみたいな役割を果たして、望遠レンズの方の画角をね、ちゃんと画面に表示してくれるので、それをうまく使って真ん中に導入しやすいというメリットはありますね。こういうふうに手動で動かしてもいいんですが、2時ぐらいから4時ぐらいまではオリオン大星雲を撮ってました。それからオリオン大星雲の上にあるランニングマン星雲もね、綺麗に撮れていましたし、そのランニングマン星雲の上にある石炭車星団なんかもね、全部入ってました。非常に広い範囲がね、撮れているということで、全部一度に写せるということになるので非常に楽しい天体観測ができます。はい。シースターもね、モザイク機能がテストバージョンではもうね、入って使えるようになってはいるんですけれども、やはりモザイクモードを使うとね、ものすごく時間がかかるんですね。普通ね、10分ぐらいでオリオン大星雲はドワーフ3だとね、もう綺麗に見えてきますが、ドワーフ3はモザイク機能がなくてもね、十分広い範囲を映せます。そしてモザイク機能も将来的に入ってくるようですから、もっと広い範囲をね、一度に映せるということになるんじゃないかなと思います。広角レンズの方はね、天の川も撮れるということで、そう考えるとね、ドワーフ3 1台でシースターと、それからソニーの α7S ミラーレス一眼カメラを合体させたようなね、1台で2台分の働きをしてくれるっていう感じになるんじゃないかなと思います。それからもっと言えばね、野鳥なんかもトラッキングして追いかけてくれる。まあ、そこで活躍するのが、まあ手持ちのフィールドスコープですね。まあ、こういうふうなもので野鳥観察をするというのが今までの常識だったんですが、このフィールドスコープもドワーフ3があれば必要なくなりますね。非常に広い画角が撮れるので、私が持っている広い範囲を撮れる天体望遠鏡はシャープスター 13028HNT 鏡と、焦点距離が364ミリなんですね。ドワーフ3が150ミリですから、さらにね、画角が広がるわけですけれども、もちろんね、センサーサイズの違いで APS-C サイズのセンサーを使うと、まあドワーフ3よりも若干広い範囲は撮れるんですけれども、 ASI-2600MC Pro っていう APS-C サイズのセンサーを積んだ CMOS カメラはね、何十万円もしますから、ドワーフ3はね、1台で7万2000円ぐらいでしょ。5倍ぐらいしますよね。カメラだけで5倍ですよ。はい。で、望遠鏡がだいたい30万ぐらいですから、赤道儀も必要ですから、その他もろもろ入れるとね、全部でね、100万円ぐらいするわけですね。で、この100万円するもので撮る範囲と、ドワーフ3で撮る範囲、ほとんど同じです。もうドワーフ3があればね、この100万円のシステム、それからシースター、さらには一眼レフカメラ、そして野鳥を見るフィールドスコープ、
全部いらないですよ。このドワーフ3の利便性は1台で2台3台4台ぐらいのね機能を合わせ持つと1、2、3、4台、そうですね。唯一我が家でドワーフ3でできないのはやはりドブソニアン望遠鏡、口径35センチのドブソニアン望遠鏡で土星とか木星とか火星とかね、そういうものすごく小さい天体を高解像度で見るにはドブソニアン望遠鏡必要ですが、もはやドブソニアン望遠鏡とドワーフ3があればね、天体観測はほぼ完結すると言っていいでしょう。まあ、それぐらいすごい望遠鏡が出てきましたね。アプリケーションもテストバージョンのようですから、これからねさらに追加でいろんな機能が入ってくるようですから、モザイク機能が入ってきたり、音声で操作できるようになったり、 Google Pixel、 これ天の川撮るのに非常に役に立つんですけれども、この Google Pixel もいらないですね。スマホで天体観測するっていうよりはこっちでやった方がはるかにいろんなことに使えますね。ドワーフ3、1台じゃ足んないですね。2台3台欲しいところですね。あ、でもスマートフォンがないとね操作ができないので、スマホの画面で操作するので、やっぱりねスマホは必要なんですが、こんなピクセル9 Pro XL 17万円もするスマホはいらないですよ。中古のね 1、2万の安いスマホで十分ドワーフ3は動きますので、ドワーフ3と今持っているスマートフォンであればね、 Android でも iOS でも使えますので、そう考えてくるとね、このドワーフ3、今年一番売れる天体望遠鏡になるんではないかというふうに私は踏んでいます。もちろんねシースターも去年出てね爆発的に売れて、去年世界で一番売れた天体望遠鏡だったと思いますが、それを超えるね爆発的な広がりがあるんじゃないかなと。シースターもね非常に小型軽量ですけれども、やはりね 2.5 キロでしょ。ドワーフ3は 1.3 キロぐらいです。その半分ですね。体積も半分ぐらいですね。でケースもこういう肩掛けベルトで運べるぐらいのものすごくコンパクトなものです。それでこのケースの面白いところはね、ドワーフ3を入れたところの反対側にも同じぐらいもう一台ドワーフ3が入るんじゃないかなというふうに思えるぐらいのスペースがあるんですね。ひょっとしたらこれドワーフ3を2台買って使ってくださいと意味なのかなと勘ぐりましたが、まあ私はね今ここにメガネケースを入れたりとかね、スマホ入れたりとかね、そういうふうにして使えます。いやーすごいスマート望遠鏡が出てきましたね。スマート望遠鏡を超えたスマート望遠鏡ですよ。で実際にね昨日の夕方から今朝にかけて撮ったね映像をドワーフ3ファーストライトの動画としてもうまとめてありますので、そちらもぜひご覧ください。概要欄の方にね購入できるリンク先を貼っておきましたので、そちらからもっと詳しい情報を見てもらったり予約をしてもいいんじゃないかなと思いますので、細かな情報をご覧ください。私がねアップしたこれまでドワーフ3関係で10本以上かなの動画アップしてますので、そちらを見ていただいてもね、ドワーフ3ってどんな望遠鏡なのかっていうのが分かると思いますので、ぜひそちらも見て、そして最終的に早く予約した方がいいと思います。これね取り合いになると思いますよ。世界中で今どれぐらい生産がされてるのか分かりませんけれども、9月15日から一番最初に注文した人に送られるという予定のようですが、今から注文しても年内にひょっとしたら手に入らないぐらい売れるかもしれませんので、皆さん早めに予約した方がいいですよ。で日本だけじゃないですからね、これ世界中で取り合いになると思いますので、1台で何通りにも使える天体望遠鏡、スマート望遠鏡、カメラを求めている方はこれで十分じゃないかなと思います。天体観測よりも地上風景の撮影で使いたいっていうコメントもありましたから、そちらの要望にも応えられるんじゃないかなと。トラッキング機能があるので野鳥とか飛行機とか
そういうものを追尾してずっと追っかけてくれるいうことになるんじゃないかなと思います。はい、つながりましたよ。つながりました。動かしてみようか。めちゃくちゃ速いんで一番速くしてみますよ。こういうふうに動くんですね。めちゃくちゃ速いでしょ。はい、上も下も速いですよ。左右がすごいよね。こんなに速く動くんですよ。まあもちろんね、ゆっくり動かすこともできますが、とりあえずね、これぐらいのスピードで動いてくれますので、スピード感がありますね。いやー、こんな天体望遠鏡、2年前に出ていたらね、こんな高い望遠鏡買わなかったよね。いやー、これはすごいですよ。それから手動でも動きますね、これね。はい、でこれも手動で回りますね。はい、だからアナログ的に向こうの鳥を見たいとか、建物を見たいとか、山を見たいとかいう時にはこういう風にして動かせる。まあ、ただね、360度は回らないので限界があるのでね。どこまで行くんだっけ。あ、ここで終わりですね。はい、はい、ここで終わりです。こことここの範囲ぐらいは取れないので、そうですね、30度か45度ぐらいは取れない範囲がありますので、まあその時はね、土台から回せばいいだけですけども、320度ぐらいは回るかもしれませんね。はい、でこれはね、どこまで行くんだ。あ、反対側まで行くよ、これすごいね。え、反対側まで行っちゃうよ、これ。ここはね、360度回りますね。それからソーラーフィルターだ。ソーラーフィルターもね、ちゃんとケースがついてるんですね。で、ソーラーフィルターはここに磁石でくっつきます。で、これつけたままね、回して収納できますね。レンズカバーにもなるっていうか、そんな感じですね。反対側も行くんだろうか。あ、反対側も行きますね。どっちから回しても本体中に隠すことができます。つけたままね、収納しておくっていうのも一つの手かもしれませんね。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えいえいえい8